どうもバチオです。昨日多分今朝アップしてると思うんだけど、24時間テレビのことについて喋った時にね、地球を救うって何なのよっていう話をね、僕はしたと思うんだけど、今回はね、それに対しての派生ですね。僕、そういや、若い頃から地球救いたかったなと思って。ちょっと、まあそういう思い出話、まあ、特撮好き、まあ今でもそうなんですけど、僕ね、特撮大好きなんですよ。だからそういう話をしていこうかなって思います。まあ、僕がね、若い頃ってのは、まだ特撮がね、ギリギリゴールデンタイムでやってたぐらいの世代なんですよね。幼稚園の頃にね、ちょうど幼稚園入った年が宇宙刑事ギャバンなんですよ。ね、男なんだろう、グズグズするなよ、ね。もう、鼻から、女性視聴者を切り捨てるという、そのスタイルが、その言い方っていうね。俺はここだぜ、一足お先。光の速さで明日へダッシュさ。すごい歌詞だなっていつも思うけどね。まあだけど、若さってなんだ、振り向かないことさ、愛ってなんだ、ためらわないことさってね。まあ基本的に、僕の人生観に近いところをね、はっきり言ってギャバンにかなり影響を受けていると思うんだけど。だから僕大好きでしたね。ね、主役の大場健二さんは、他の戦隊ものとかにも出てたりしてるけど、僕にとってはギャバンっすね。あと、その頃にやってたね、戦隊ヒーローってね、4歳がダイナマン、バイオマン、チェンジマンぐらいか。がね、まあ、特に僕バイオマンが好きなんですけど、まあ、ダイナマンも好きですね。ちょうどね、そのぐらいの戦隊ものがね、やたら再放送もいっぱいされてて、そう。で、週に1回新作が放送されるんだけど、月曜日から金曜日までは、再放送も放送してるというね。例えば今バイオマンが放送されてるんだけどって、そうするとその再放送枠ではサンバルカンが放送されてるみたいなことが普通にあったのね。だからね、戦隊ものにものすごい鳴らされててね、僕はね、戦隊ものとね、そのメタルヒーローシリーズで大好きで、まあその当時ね、まあ幼稚園の頃っていうのはアニメとかで筋肉マンとかキャプテン翼とかがやってるような時期だったから、まあそれも同じくね、まあ北斗の拳もそうか、それも同じくまあ好きだったは好きだったんだけど、なんかね、やっぱ戦隊ものってね、かっこいいなって。だから幼稚園跡地を散策する動画でも言ってたけど、戦隊ごっこをやってたからね、幼稚園で。僕はブルーだったから。ブルースリー、幼稚園の時はまだブルースリーはいなかったか。どうだろう、ダイナブルーなのかな。なんかそんな感じでね、その戦隊もの好きだったんで、そのまんまね、どんどん学年上がっていくじゃないですか。で、宇宙刑事シリーズもね、3部作は見てたんだけど、その後にやってたジャスピオン、スピルバン、メタルダーぐらいまでゴールデンタイムでやってたと思うんだけど、その辺はね、あんまりね、見てなかった。うん。いや、まあ見てはいるんだけど、飛び飛びぐらいな感じで。うん。そんなに熱心に見てなかった。で、まあ、ね、その後、枠が映ってメタルヒーロー枠が。でね、仮面ライダーブラックがやってて、朝に。日曜日の朝に。ブラックもね、時間がね、
ね、半端だったんだよ。あの、10時とか10時半とかから放送してて、あの、そのぐらいの時間になるともう外に遊びに行っちゃってたから、逆に見ないみたいな。割と早起きだったのよ。日曜日でも。日曜日でも7時ぐらいに飯食ってたからね、うちの家庭。で、ああ、そう。で、メタルヒーローシリーズはね、そう、8時に映ったんだ。だから、8時だったかな？俺9時だったような気もせんでもないけど。だから8時に映る前に、なんかちょっと前に、もうちょっと違う枠だったような気もせんでもないんだけど、9時半とか9時とか。どうだったかな？あの、ジライヤとかやってたよね。ジライヤ、ジライヤ。ってやつ、あの、はっはっが好きだったんだよね。で、まあね、その辺のシリーズはね、あの、串田明さんが歌ってることが多くてね、あと、その、バイオマンの宮内隆之さんね。まあ、だから好きっていうのもあるかもしれないね。結局、その物心ついた、その幼稚園の時に主題歌、好きな主題歌を歌ってた人たちが、あの、そこでも歌ってるっていうね。だから、あの、特撮、アニメとか特撮とかで、その二人、だって串田明と宮内隆之の声が聞こえると、もうビクーって反応しちゃうからね。うん、で、まあその頃、戦隊ものの方はね、そっから先、まあ、あの、いろいろ見てたんだよ。あの、ライブマンとかは好きだったな。男の勲章の人よ。あの、島大輔だっけ？突っ張ることが。あの人が戦隊やってた、うん。あれとか好きだったな。あとね、中学とか高校とかぐらいの頃にね、おもちゃ屋さんによく行ってたんだけど、で、そのおもちゃ屋さん行ってた頃、中学ぐらいかな、に、なんかね、大レンジャーがエンドレスでずーっと夏休み中かかっとって、天神だー！ウォー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 ってやつね。あれがね、もう耳にすっごい残っちゃって。だからね、俺、大レンジャーズってストーリーほとんど知らないんだけど、歌だけね、ずっと頭の中に残ってるっていうね。そういうあれ。で、まあ、時は流れ。あ、何が、あと戦隊何が好きだったかな？あ、555とか好きだった。あ、まあ、あれも基本的に音、歌が好きなんだよな。うん、あと、海賊のやつは何だったっけ？海賊のやつと魔法のやつね。魔法のやつはマジレンジャーだよな。あれ、海賊のやつ名前ど忘れしちゃったぞ。何レンジャーだったっけ。もうその辺レンジャーばっかになってきてるからね。俺レンジャーじゃないやつも結構ね、もともとがさ、あの、自分が好きだったやつらがなんとかマンばっかだったもんで、なんかなんとかマンもさ、ね、また再び増えてきてくれていいなにって思うんだけど、最近全然もうなんか無理くりレンジャーとか多いもんね。ルパンレンジャーとかもうね、語呂的にもおかしいじゃんとか思っちゃうんだけどね。しかもなんか地球守る感じじゃなくて、ね、ルパンって泥棒じゃねえかっていうね。まあストーリー知らないから何とも言えんのだけど、うん、なんかね、その正義みたいな感じでドーンって感じの、なんかそういうのはね、やっぱあの単純な子供の頃には響きやすかったんだろうね。ってなわけでね、ずっとね、ギャバンシャリバンシャイダーだな。やっぱね、YouTube もね、最初に、検索したのね、ギャバンの主題歌とか最初の方に検索したもん。あ、久しぶりに聞きてえな、ないかなって探したもん。宇宙刑事ギャバンを。あと、そうだな。
あのシャリバンのエンディングの強さは愛だっていう曲ね、あれはねやっぱあのね名曲って言われてるだけあってね、あのずっと今でもちょいちょい聴きますね。まあ多分今年もね、どうだろう、何日、週1よりは多いぐらいのペースで聴いてるんだけどめっちゃ聞くでしょ。あの基本的にね好きな曲ヘビーローテーションするタイプだからね。あとおすすめみたいな感じでそのミックスリストみたいなのやると、その大体自分が見たあの聞いたやつがあのまたかかるもんだから、でそれで延々と聞いてること多いからねなんだかんだね、そうそう、あのメタルヒーローと戦隊ものの全曲集みたいな CD を両方とも持ってんだよあの主題歌集で、ただ主題歌集はあの戦隊の主題歌集は人に貸してそのまま仮パクされてるから今持ってないんだよね。だから家にあるのはあのロボットが出撃する時の全曲集みたいなやつがある。メタルヒーローの挿入歌全集的なやつも欲しいんだけどな。そういうの出てるのかなとか、そういうふうには思ったりしますね。まあその辺でちょっと今回はね、その特撮ものの思い出話っていうことでまあ全然深くまで掘り下げれなかったけど、そんな感じでまあ自分語りしてみました。終わりにしましょう。以上パチオでした。バイバイ。